こんにちは、本田からたです。今日はロックマン10宇宙からの脅威をプレイしていきたいと思います。でね、久しぶりにプレステ3を引っ張り出してきたわけですよ。ロックマン10っていうのは、今だとロックマンクラシックスコレクションっていう1から10まで全部がワンパッケージに入った素晴らしいソフトがあるんですけど、なんで今回プレステ3を引っ張ってきたかっていうと、トロフィーっていう機能があるんですね。簡単に言うと、難しいチャレンジをクリアしようみたいなモードがプレステ3版に備わってるんですけど、それのね、一番難しいと言われているミスターパーフェクトというトロフィーを取っていきたいと思います。これはね、何かっていうと、スタートしてから一番最後のエンディングを迎えるまで一回たりとも敵のダメージを受けてはいけないっていうチャレンジなんですよ。まあ、それだけ言えばわかると思うんですけど、めちゃめちゃ難しいんです。正直できるかどうかわからないんですけど、ロックマン大好きなのでチャレンジしていこうかなと思っております。実際のトロフィーというのがこちらです。クリア回数1回とか、60分以内にクリア、ハードモードをクリアとか書いてあるのをクリアすると、この鍵が外れてトロフィーがもらえるっていう感じなんですけど、今回僕が狙っていくのは一番下のノーダメージクリア、ミスターパーフェクト。もうね、字面だけでかっこいいですよね。字面だけで難しそうですよね。実際かなり大変だと思うんですけど、これを目指して頑張っていきたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。ただいま。おかえりロール博士、私なんだか熱があるみたい。ロールちゃん、この女の子ね。ロールちゃん。あら、ロールは今流行りのロボット演座、ロボット演座にかかっておる。このウイルスはロボットにだけ感染する恐ろしいものじゃ。みんなも気をつけるのじゃぞ。はあ、そう、このね、ロールちゃんとかロックマンとか、今の後ろにいた緑のライトットとかはね、ロボットなんですよ。ライト博士が作ったお手伝いロボみたいな感じかな。でもそのロボットたちの間でロボット演座が流行ってるらしいですね。あら、瞬く間に世界中に広がり、多くのロボットが倒れた。今までロボットに頼っていた人々はロボットのない生活に困り果てた。なんか深いな。しかもロボットが使えないのでワクチンの開発も進まないのだ。なるほど、どぎついぞ。そして発生から1ヶ月後、事態はさらに悪化した。なになになに。うん、感染によって熱暴走したロボットたちが街を破壊し、各地を占拠したのだ。やばいやばい、ウイルスによって暴走しちゃった。助けてくれー。あ、ロックマン、かわいい。ロックマンはまだかかってないんだね。あ、ドクター・ワイリー。こいつはね、ロックマンシリーズの、もう、毎回の悪役、敵キャラなんだけど、なんか今回は違うっぽい雰囲気ですね。お、ワイリーが治療に必要なロボットワクチンの作り方が分かったと言ってます。ジャガー、ワクチンを作るための製造機を暴走したロボットたちに壊された。製造機を取り戻してもらえないじゃろうか。ワイリーと協力するの？本当に？大丈夫？暴走を食い止めるためなら協力は惜しまんよとライト博士は言ってますが、うん、ロックマン行くよね。僕が製造機を取り戻してくる。お、この口笛はブルース。ブルースはね、なんかロックマンの、なんて言ったらいいんだろうな、ライバルというか仲間というか、なんかこうクールなかっこいい仲間みたいな感じですね。戦隊でいうところのブラックとか、なんかそんな感じ。あ、ロックマン10はロックマンとブルースが一緒に戦うんだね。さあ、いいじゃないですか。ロックマン10始めていきましょう。ニューゲーム。これね、ロックマンとブルースとフォルテっていうのが選べるんですけど、でね、ブルースはこうスライディング化できたり、盾を使えたり、
かなりロックマンより強いキャラというかミスターパーフェクト取りやすいキャラなんですが、今回は大好きなロックマンであえて挑戦したいと思います。あ、これはね難易度選択なんだけど、ノーマル、イージーあるんですよ。これはねごめんなさい、イージーでやらせてください。というのもノーマルだと全12ステージあるんですけど、その後半の4ステージの間でねセーブができないっていう凄まじい難しさを誇るんですよ。なので今回はちょっとミスターパーフェクトイージーでも取れるので、今回はイージーでチャレンジさせてください。そう、ステージとねステージの間ごとではセーブができるんですよ。なので1つのステージをクリアしたらセーブ、1つのステージをクリアしたらセーブみたいな形で1ステージずつ進んでいければなんとかクリアはできるようになってます。なので一歩一歩前進していけたらなと思っております。ロックマンシリーズっていうのはこう8つのステージから自由に選ぶことができるんですよ、チャレンジする順番を。なのでなんていうか弱そうなやつから行くのが鉄則なんですよね。ブレードマン、ソーラーマン、シープマン、コマンドマン、ポンプマン、ストライクマン、ニトロマン、シルマン、これはどう考えても羊一択でしょう。こいつが一番弱そうだよ。このゲームね10年前に出たって書いてあったんですけど、やったことあるはずなんだけどあんまりね正直覚えてないんですよ。なのでちょっとずつ思い出しながらやっていきます。で、僕ロックマンずっとやってきて大好きなソフトですが、そんなに得意ではないです。おっと、あ、これねもう今ダメージ食らったでしょ、これでもうダメなんですよ。今のでチャレンジ失敗です。だから本番は一切のダメージを受けることなく全てのステージをクリアしなきゃいけないんだけど、今回はちょっとまあ初めてだしロケハンも兼ねてちょっとこのステージ見ていこうかなと思います。で、ステージのパターンとか覚えて、本番挑むときには一切食らわないようにして進んでいきたいと思います。まずこのドラッグ&ドロップ君はちょっと意外と3発ぐらい HP があって硬い敵でしたね。で、これは触れたら消える足場みたいな感じかな。おっと、で、このロックマンの顔のマークのヘルメットかな、これは1アップなんですよ。だから普段だったらたくさん取っていった方がいいんですけど、今回ノーダメージクリアを目標としてるので別にいらないアイテムということになります。おっとっとっとと、あー消えなかったら上のが取れたのか。で、ネジの上にあるネジのアイテムもロックマンシリーズでは重要で、ネジをたくさん集めてショップでお買い物みたいなことができるんですよ。それによってロックマンがこう冒険をするにあたって役立つアイテムとかが買えるんだけど、まあ、実際今回は多分それもいらないんじゃないかなと思ってます。これで多分中ボスだと思いますね。さあ、なんだこの敵は、電球かな。ロックマンが走ると光って足場が出現してこいつを叩けみたいなことかな。はいはいはい、そこをなんか網だくじみたいに電気も来るのね。あ、でもこいつはそんな強くなさそうですね。だからこいつも、これなんだろう、取っていいのかな。なんかの回復アイテムかな。こいつ、おお、びっくりした、 Wi-Fi 飛ばしてくる。基本的に敵っていうのは全部倒す必要はないんですよ。だけどやっぱうかうかしてると攻撃されちゃうので、なるべく見つけたらすぐ倒すっていうのを大事にした方がいいかな。
でね、この足場とかもイージーモードじゃないと出現しないやつだと思います。死にづらい、ありがたい。あの子はこれに合体すると敵になるっぽいかな。ベルトコンベアで足場を出現させて、これがあるうちに登っていく。あいつはし、おお、飛べるんだ。トゲを消しましょう。今のこういうのもロックマンシリーズでは定番で、なんか消える足場っていうんですか、これにめちゃめちゃ泣かされた。あー、 Wi-Fi Wi-Fi、 待って、こいつの倒し方はいまいち分かってないけど、まあちょっと進んでみますか。あ、出た。うん、あいつは、あ、飛べる人と飛べない人がいる。どうしよう、こいつ多分下に降りて安全なタイミングで破壊。一も食らえないって大丈夫かな。え、あー、はいはい、食べて大丈夫。んー、ちゃんと順番見た方がいいか。左からね。トゲに当たっちゃうとこれ一発で死んじゃうんで、それだけは常に気をつけなきゃいけないです。お、ドラッグ、ここ駆け抜けで良さそうだったな今。ああ。多分駆け抜ければ食らわずにいけそうな感じだった。で、これでボス戦です。なので本番はここまでノーダメージできた上に、この後のボス戦も一目食らわずに突破することが求められます。ビリビリ打ってくる雲4つに分かれて雷落としてくる。最後の1個が本体でした。このパターンかな。最後の1個が本体でした。で、じゃあこの雲のやつとギザギザの弾を撃ってくるの2パターンしかないように見えますね。ギザギザの弾も低くて速いやつと縦によく揺れるやつがある。これ縦のバージョンでしょ。まあでも普通にやってみっかな。じゃあロケハンも終わってボスの練習もできたんでクリアしに行きましょう。この範囲選択くんは突進しながら撃つ。Wi-Fi 君も突進しながら撃つ。あいつらは3発とか4発とか当ててあげれば死ぬんで、そんなに強くない敵でした。でね、この子ね、上から乗ってあげるとね、目がバッテンになってね、下がってくれるんで、この方が安全かもしれないです。こいつは前後の動きが激しいんでスルーします。で、次のジェットで飛んでくる敵もスルー。基本的にね、戦闘するメリットっていうのがないので、敵はスルーできるやつはどんどんスルーしていきたいですね。通常のプレイだと敵から回復アイテムとかドロップすることがあるんで、敵を倒すことはそういう時には有効なんですけど、僕はあくまでノーダメージクリアを目指してるので、回復アイテムとかドロップしてもいらないですし、基本的に敵はスルーしていきたいです。これはこれだけちゃんと電気を避ける。で、うまくやれば2回戦で終わらせられます。安全。 Wi-Fi 君が出てくる。この子も連打で倒せます。よし。でね、この子はね、組み上がる瞬間を叩くのよ。で、画面が切り替わるとまた復活するんですけど、上の段は右をずっと押してればスルーできました。で、ここの2体はちゃんと1体を処理してあげて、2匹目に打たせた後に連打で倒します。
コも焦らずしっかり。でね、この子4発撃ったら一瞬動きが止まるんで、その間に下に降りてあげて安全なタイミングで処理してあげましょう。よしよし、順調ですね。で次がボス部屋の1個手前で、マウスのカーソルくんが2人いるんで、ここはあいつが動き出す前に突破です。これでボス部屋までは無事にたどり着いたので、ここからシープマンをちゃんとノーダメージで倒せるか。まあ練習はしたんだけどね、なんか結構動きが読めないこともあって強かったんで、しっかり倒せるといいな。じゃあ倒しに行きましょう。早いやつは絶対ジャンプじゃないとかわせない。4箇所の雲から、4箇所目の雲からシープマンが出てくる。なるべくこう距離を取ってあげたいですね。今回一番右なので。これは危ねえ。2、3、4、折り際から当てていきたい。ああ、よかったのに。早いのの次は遅いの。遅いのは2回。よし、次遅いのね。この沈んだところを避ける。よし、いい感じ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 。本当にさすがにそろそろ勝ちたい。もう10回以上やってる。次早いのが飛んでくるから、これはタイミングで、でこれは沈んだところを避ける。よし、次早いのね。いける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 、やっといける。よし、打ってこない。2、3、4、いけそう、マジでいけそう。早いの打ってくる。よし、よし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 、あとライフ5。いけそういけそういけそう、マジでいけそう。これはここジャンプ。よしよし、いけるいけるいける。これは勝ったろ。やった。うわ、マジで長かった。シープマンの一面クリア。めちゃめちゃカットしてると思いますけど、マジで多分これ1時間半ぐらいかかってる。10回以上は戦ったな。うわー、よかった、やっと一面クリアできた。でね、こうロックマンは勝つとその倒した敵の特徴的な武器をゲットできるんですよ。でこれを使って有利に進めていくことができるようになりました。やったー。なんかシープマン見た目で弱そうとか言ってたけど、ごめんなさい、結構強かったです。このデータはすごい大切なんで、セーブして取っておきます。次からはミスしたらここからやり直せるんで、一つずつステージ進めていきたいと思います。まあ結構久々にやったっていうのもあったんですけど、ペタッピでしたね自分が。あ、これそれ。